どうも、国さんです。私は今現在北海道の札幌市に来ております。今回の動画なんですけども、今回はね、食べログスープカレー第1位のねお店をご紹介したいと思います。北海道のスープカレーと言いましたらね、これはね、北海道ご当地グルメの一つですよね。その中で食べログ第1位ということはね、全国1位のお店でもありますよね。ここのねスープカレーのお店の特徴をね簡単に説明したいと思います。ここのスープカレー屋さんのねホームページの文明を見てみますと、北海道の食材を使ってシンプルに塩だけで整えるスープカレーをコンセプトに作っておりますと。スープには骨も使っていますが、肉と玉ねぎでスープに味を出し切り、もったいないとは思いつつも具は捨てていますと。そこに塩とスパイスを入れてシンプルに仕上げるのがここのねスープカレーとなってるみたいです。食材の良さを出し切って、時間と手間暇をかけているから出せる味と自負しておりますと、そう書いてあります。そしてあっさり薄味で体に優しいね味を追求していると書いております。それでホームページ上にはですね、大人の味をお楽しみくださいと、大人向けのねスープカレーっていう形で食ってるお店なんですね。まあ文明を見ますとね、かなりこだわってるお店なんだなと思いますね。私もねここのスープカレーはとっても楽しみにしてましたので、これからね皆様にご紹介していこうと思います。それではねお店の方行ってみたいと思います。はい、お店に近くなりましたので、まずはねお店の外観の方からご紹介していきたいと思います。今回のねスープカレー食べログ1位のお店はね目の前になります。こちらです。はい、カリーヤゴングさんになります。それではね店内の方に入りましてね、どんなスープカレーなのかというところをね皆さんにご紹介していきたいなと思います。それでは店内の中に入ってきます。はい、まずはメニューからご紹介と行きたいところなんですが、このお店ではメニューの写真撮影は NG だったので、こちらで説明していきたいと思います。メニューはスープカレー屋さんだけにスープカレーしかありません。種類においてはチキン野菜、ポーク野菜、チキンとポーク野菜、ハンバーグ野菜、ラムステーキと野菜以上の5種類、お子様メニューとしてはお子様チキン、お子様バーグ以上の2種類となります。スパイス以外は北海道産を使用とのことで、特にポーク野菜のポークにおいては幻の一品、北海道ルスツ高原の麦豚を使用とのことで、脂身が甘くジューシーで柔らかい、そしてあっさりとしている豚肉だそう。今回はこれを食べようと思ったんですが売り切れでした。金額はご覧の通りで、全品にライスとゆで卵、そしてプレーンのラッシーがつきます。辛さも変更可能で、たくさん選択できる形となっており、数字で辛さをオーダーするんですが、他のお店で数字で注文するところと比べて辛くはないので、希望の数値より少し上の辛さで選択すれば好みの辛さになるということでした。はい、料理が到着しました。今回注文したのはチキン野菜。スープの色にびっくり、コンソメスープをちょっと色濃くしたんじゃないかと思うような色。具材においては知床産のもも肉ソテー、半熟卵をはじめ、野菜においてはしめじ、えのき、男爵のじゃがいも、ナス、トマト、ピーマン、パプリカ、インゲン、ズッキーニ、人参以上合計で10種類も入っております。めちゃめちゃ映えるビジュアルですね。いただきます。まずスープからでいきましょう。見ての通りびっくりしてしまうような、この透き通った綺麗なスープ、めっちゃ綺麗。それでは飲んでみましょう。飲んだ際のファーストインパクトは、野菜から来る甘みがガツンときて、いろいろな溶け込んだ旨味と優しい塩分が感じられ、最後にスパイスの味わいがきます。ホームページに記載の通りな優しい味わいです。今まで体験したことのない極上なスープで、めちゃめちゃうまい、うまいの一言では言い切れない美味しさです。次は知床産のもも肉ソテーをいただいてみましょう。プリッとしているビジュアルがとても食欲をそそります。まず一口食べてみたら、柔らかいんですが鶏肉らしさの弾力も残しており、噛めば噛むほど口の中で旨味が広がり、とても美味しい。北海道産七つ星のご飯とスープとを一緒に食べると、さらに旨味が増して無心で食べてしまいます。次は野菜カレーに必須なナスです。とても色味のいいビジュアルで美味しそう。
早速こちらをいただいてみたら、スープが薄味だったのもあり、ナス本来の味がしっかりと味わえます。ナスの旨味が主張され、後から薄味なスープでマイルドな味わいにしてくれる。これは唯一無二の味、美味しすぎる。次はカレーにおなじみの人参です。とても色味が濃いオレンジですね。これも美味しそう。早速こちらをいただいてみたら、程いい柔らかさがいい感じ、そして人参の味が濃くてとても甘いです。これも大変美味しい。人参嫌いな人でもこれなら食べれちゃうと思う癖のない味わいで美味しかったです。次はついに待ってました、北海道のじゃがいもの男爵。このスープとのマッチングが楽しみ。じゃがいもを切ってみたら、中まではスープは浸透してないみたいですね。いただきます。ってことで早速食べてみたら、これぞ北海道のじゃがいもって思うホックホクな食感、そしてじゃがいもの旨味が美味しい。やっぱりこれもスープが薄味なので、じゃがいも本来の味わいを堪能できて、じゃがいもを優しい味わいで包んでくれます。一口目よりも二口目、二口目よりも三口目と食べる回数が増えるごとに、口の中でじゃがいもの旨味の濃さが大きくなり、じゃがいもが好きな方には幸せが迎えてくれます。味が薄いスープとの相性も格別で、いやー参りました。そして次は半熟卵でございます。この半熟な黄身とスープとの組み合わせ、黄身を見てるだけで幸せだよ。はい、それでは食べていきましょう。これも半熟卵本来の味をしっかりと味わえることができ、塩っ気の物足りなさをこの優しい薄めな塩分のスパイシースープがアクセントとなってくれて、これも美味しい。最後は美味しいスープをガブ飲みしちゃって、早々に完食です。いやー満足なスープカレーでした。食後にはプレーンラッシュが到着。体がスパイスで温まってるところに、このさっぱりなラッシーのおかげで清々しい気持ちに覆われました。食後のラッシー、これも大変美味しかったです。ごちそうさまでした。はい、カレー食べてきました。それでね、今夜泊まるホテルの方から撮影してます。実際食べたスープカレーなんですけども、いやー素材の味がねすごい全面的に主張していて、後ろの方からね塩のね塩分の味が足りないところを補ってくれるような感じでね、素材の味が大変ね主張してきて、その部分がね味わえるっていう感じのスープカレーだったので、これはね私も今まで北海道でいろいろスープカレー食べてるんですけども、最初はね大体カレーの味がガツンとくるんですけども、まあ、逆ですね。素材の味がねしっかり出てて、それで食べるようなスープカレーだったので意外性なところがあって、でもねそこはねかえってね私にとってはね大変美味しいなと思えるようなカレーでした。ちょっとびっくりしましたね。そういうね味わい、それがねまあ大人の味というところにまあリンクしてるんじゃないかなと思います。二郎系ラーメンとか、ああいう味が濃いねパンチのあるようなものを好む人にとってはね、これ味薄いなとか、なんか物足んねえなとか、そんな感じに思っちゃうので、塩っ気のね強いものを好む人にとってはね、このスープカレーは物足りなさが感じてそうでもないんじゃないかなと、こういうようにね思うかもしれませんね。そういう味が好きな方、もしくは年配の人にはね好まれるんじゃないかなと思います。こういう味がね好きな方、もしくはあとは女性の方ですかね。女性なんか結構塩分控えめとか、そういう気にする女性の方って結構多いかと思いますので、そういう方はねこの味は大変好きだって思う人はねいるんじゃないかなと思います。まあなんて言ったって全国1位ですからね、この味はね確かにね1の味だっていうのはね、私にとってもああ納得っていう感じがしました。はい、まだこのねカリーヤゴムさんってことがない方はですね、また気になってる方はですね、ぜひねこのスープカレー味わってください。私はね大変美味しかったので、このスープカレーはねおすすめしたいなと思います。今回の動画がね良かったなと、参考になったなと思いましたら、グッドボタン高評価の方ねよろしくお願いいたします。それとチャンネル登録まだされてない方はですね、下の方にチャンネル登録のボタンありますので、ぜひともチャンネル登録よろしくお願いいたします。それでは次回の動画でお会いしましょう。それではまた、バイバーイ。